ながってしまうのかもしれない。用途がない。使い道がない。余計な。自分の境遇、あるいは能力。地上がフルーツバスケットを続ける限りは発生してしまう存在。単なる敗者だ。余剰人員。潰すの？その感覚が、その存在へ結実するわけだ。壊れてしまう、理由、ではある。小学生が、時々一日所長とかする。じゃああとは、よろしく。それはありえない。それ、をやろうという衝動の結果、そこにそれはある。なんとか使おう。その、行き場のない衝動の結末。自由市場そのものを否定しないと彼らは不幸を呼ぶ。それ、を守るとしたら、今の社会システムそのものを否定してしまう結論になる。それはテロの衝動なのか。現実の問題と理論上、打開された環境、と、その狭間にあるもの。余剰人員それはどこで受け入れるのか。